ルイジ・リーバはイタリア出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。イタリア代表として歴代最多の35ゴールを挙げた。アマチュアクラブを経て1962年にセリエ C のレニャーノでプロ選手としてのキャリアをスタートさせる。翌シーズンにセリエ B のカリアリに移籍してクラブをセリエ A に引き上げた。いくつものビッグクラブからの注目にもかかわらず。 引退するまで仮あり一筋で過ごした。1973年には350万ポンドでのユベントスへの移籍を断った。セリエ A 得点王に3度輝き、1969から70シーズンには彼にとってもクラブにとっても現在まで唯一のセリエ A タイトルを獲得した。1976年に試合中に大怪我を負い、 復帰を目指したがかなわず1978年に引退した。セリエでの12シーズンの通算成績は289試合出場156ゴール。イタリア代表としては1965年6月27日のハンガリー戦で国際舞台にデビュー。1968年 UEFA 欧州選手権では決勝のユーゴスラビア戦のみの出場ながら 先制点を挙げて優勝に貢献。1970年 FIFA ワールドカップでは決勝でブラジルに4の1で敗れて準優勝。1974年 FIFA ワールドカップではグループリーグ敗退に終わった。引退後はカリアリの役員になった。また1990年からはイタリア代表のチームマネージャーを務めている。1999年、 ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で74位に選出された。太とじは特典王。ありがとうございます。